始めていきましょう。次はね、確か何だろう、ちょっとあんまり覚えてないんです。実はこのバリの頂上みたいなこの上にあるんですけど、それを超える前に何かをしなきゃいけなかったんですよ。それがここかな。なんかフラグ立てなきゃいけなかったのはここだったのか。お、なんかいる。しゃ、これは珍しい。こんなところにわざわざ来る物好きがいるとは。それとも貴様らこの小娘を助けに来たのかな。ほひょふおって何。ほひょふおって何すか。そこに岐阜切れたけど倒したと。私はクオン、この寺院の主、お礼に砂の壁の越え方を教えてあげましょう。壁の扉は封印されていて、オロチ族のオーブがないと絶対に開きません。昔は7つあったオーブも弥勒のためにちりぢりになり、今では相馬国にあるだけです。あなたたちが封印を解いてくれれば、私の魂も懐かしい本来ここの国に高麗の国に帰れますわ。フラグが立ったということですかね。次のということで、蓬莱国というのがあって、なんだっけな、そこの名前。たらマダラたちがいた村からこうはこっちの方に渡ってきて、で右上の方に、右上ってそのこっちの大陸に渡ってきて、右上のところ年に1回のその巡回のなんか体力とか知恵を上げてくれるのが来ている村が、ちっちゃい村があったんですけど、そこに行きたいと思います。なので今の場所から右下ぐらい、東南東な感じぐらいかな、方角で言うと。まだねこの戦闘がねまだ耐えられるですけど、まだこれがだんだん嫌になってくるっていうゲームですね。雑魚でも似たようなも同じような時間がかかってしまうんで、めんどくさいってなっちゃうんですよね。いかにそれに耐えられるか、マダラ好きなら耐えられるんじゃないかという、そういうゲームですかね。まあ好きなんでいいんですけど、まあ、こうやって戦闘しておけばね、あのレベル上げとかそういう時間をねなるべく避けられるんで、そういう風にレベル上げをしなくちゃいけないっていう時間を作らないんですよ。やった。
ってったらね、もう敵なしになっちゃうんですよね。面白みがなくなっちゃうんですよね、あんまりやりすぎるとね。150まで上げてくれるんです、最大。このこういう道場的なとこでは結構上がっちゃったな。80まで上がっちゃった。そこの洞窟が岩で塞がれている。行ってみればわかるさ、フラグは立ってるはずさと思うんだけど。あ、なんかいた。まったくこの壁をどうやって越えたらいいんだ、相馬国のやつらめ。なんだ、貴様らどこの馬の骨のどこだ。どこの馬の骨と言われても、まあ、結構強いな。
そのためジャミラ姫様は味方に裏切られたと思い魅力的に降参してしまった。ちゃんとという動きが、そういうことね。前回パートで出てきたジャミラというのはここの姫様ということなんですね。もう一度戦うべきか悩んでいると戦った方がいいと思うけどね。ジオンコイン、私の相馬お嬢ちゃまよ、相馬のお嬢道嬢ちゃまよ、相馬国のしきたり通りに旅人の願いを叶えてあげるわ。ネオロチ族のあれのことかな、待っててね、持ってきてあげるから。大変だ、猛犬が現れたぞ。ロミオ嬢様、王女様が猛犬に捕まったぞ。マタラもさ、そんなちっちゃい子に頼み事するなよ。死の毒すぎたてが。はい、行きます。Thank you.
されるのか。はい、いいえ、よし、じゃあミラお姉ちゃん間に合ったらぜひ伝えてね、早く帰ってきてねって。分かったよ。ありがとうございました。